カメさん被るでしょ。被って。うざーい。来た。あ、キラさん来た。やっと。皆さん、すいません。レース前に。スタートまで3秒前。7レース予選スタートしました。0、10、おのおのうちの選手が行きました。高岡信之、小田雄一郎の後ろから叩いて3番稲原美穂、好スタート。4番西川よりおみ、ついていけるでしょうか。中段5番吉田浩二のところに7番池田正和が入り込んできて、2周回目池田正和、一気に4番程度上がるか。6番高石光政、最後方ちょっと置かれて8番の松山茂康。さあ先頭3番稲原美穂、3番手に来ている7番池田正和、今日の動きはどうか。4番西川のところ、さあ容赦なく7番池田正和が入ってきまして、さあ稲原とのどうやら集団戦は1対1の攻防か。8番の松山も随分な係りで3番手を脅かす、そんな速度があります。さあ稲原の内を捉えた7番池田正和、独走態勢7番池田正和、2番手3番稲原に、さあ接近する8番松山、両者並んできそうな最終コーナーですが、稲原粘れるか。さあ8番松山の切り込みだ、稲原を最後に捕まえて8番の松山、2番手に上がりました。2年ぶり26人目の一戦勝レーサーの誕生、池田正和ゴールイン。すいません。よかったです、新書取れて、はい、ありがとうございます。すいません、はい、大丈夫です。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんとイケメンに撮ってた。イケメン、はい、イケメンの池田さんをやっぱ一戦勝嬉しいですね。よかったです、私も嬉しかったです、はい、本当は地元にクラッカーがあったんですよ。えクラッカーがあって、で、本当は前小の時のあの時にもし選手したらクラッカーを鳴らすっていう任務だったんですよ。ごめんなさい、持ってこなかった。いえいえ。そうなんですよ。また改めて。せかされてたんです。何を言われなくなる。じゃあ地元でクラッカー鳴らします、池田さんに。なんか多分やってくれるからその時。あ、そうです。すいません、ありがとうございます。はい、出して渡した方がいいです。はい、袋から出しておはようございます。撮影しますんで。はい、わかりました。お願いします。はい、おはようございます。おはようございます。勢いじゃん。ありがとうございます。1番シドが先頭、追い詰めていくのは4番新井純、5番池田正和、23期の2人、4番新井純の外につけてまくって、さあ5番池田正和、一戦一勝目を目指して先頭に変わりました。シドがまくられて2番手、その後新井純、高橋光嗣現在4番手です。5番池田正和先頭だ、2番手4番新井純、高橋光嗣、さあ攻めば最後あるかどうか。新井純が2番手をしのぐか、突っ込んでくる8番の高橋光嗣、さあ8番高橋が新井を最後と
捉えて中村恭介も乗ってきた。先頭5番の池田正和だ、ゴール。2番手は高橋か。いや嬉しいっすね、今日はもう全部が取れてる、普通にレースできた、最高だったな。もう最高半ですよ。もう半年くらいなんで。ダメだ、ダメや。ありがとうございました。選手簡単でしたね。選手嬉しいね、なんかこう嬉しいですね。もう解放されてる。おはようございます。3秒前、1つ目の準決勝9レーススタートしました。ゼロ班のスタートは枠なりとなりました。 20m のスタート、伸びていく5番の池田が先行か。池田が行った、そして後ろから内山、田中茂も好スタートを切った。6番の松山最後方、後ろからは内山を捉えて田中茂が中段の5番手に上がろうとしている。池田が1番の内腰を捉える3番手と1、2コーナーで上がりましたが、8番の田中茂も早めに来ています。2番の西川がどこまで引っ張るか。3番新村2番手、そして池田の内側狙った田中茂、そこを抑えて池田がまとめて2人を捉えようとしている。3コーナーで飛び込んだ池田が一気に先頭に抜け出していく。池田先頭、ブルーフラッグ残り1周回、池田、田中茂、この2人が抜け出した。3番打、3番の新村が粘る、内山4番手となりました。先頭は池田が粘る、田中茂2番手から仕掛けられるかどうかでありますが、2番手変わりません。 SG タイトルホルダー先頭2番手、自力上位の2人が抜け出した。池田3連勝のゴール。贅沢にしてんな。ランプが消えました。スタートまでは3秒前、第5回ボートレース成田杯優勝戦スタートしました。20戦は外から横田のダッシュがいい、横田が先行、そして注目の40戦早川は内へ行く、外から青山周平、早川が先行した。3番手は車間が空いた福田、内からさあ後編池田が入ってくる。池田が3コーナーで3番手へと上がった。後ろの方では青山を逆転している早川聖太郎、早川と青山が競り合っている。早川と青山が後ろの方でガリガリと競り合っている。青山が最後前に出た。残りは3周回、先頭3番の横田翔輝、2番手には青い勝負服、イメージカラーの青い勝負服、池田が2番手に上がっている。横田か池田か、この2人が抜けた。3番手西原、青山周平はまだ4番手、早川聖太郎5番手になりました。さあ横田か池田か、池田が復活を果たすのか。ブルーフラッグ残りは1周回、入ってくる池田が入ってくる、皇帝の人差し、池田が先頭に抜け出した。2番手交代横田、3番手は8番の青山周平だ。その内側からは早川でありますが、西原と4番手争いだ。復活だ復活だ、池田正和復活の優勝だ。はい、行くか。はい、行きます。ありがとうございます。はい、行きます。
笑顔でガッツポーズをしている姿が笑顔も見えて印象的ですね。吉原さんいかがでしたか？久しぶりに見るシーンですね。表彰式あちらでやります。表彰式、はい、表彰式あるんですね。表彰式はやっとマスク、あー、そうですね。諸行優勝、池田正和、または令和4年度と第5回オートレス大会によって当初の成績を収めます。ここにこの程度の名前を令和4年7月25日株式会社の代表取締役ありがとうございます。続きまして副賞の授与となります。はい、ぜひオートレース成田見て優勝報告会の出演後のご招待申し上げます。はい、ぜひよろしくお願いします。一見連絡いただきます。以上で第5回オートレース成田杯の表彰式を終了いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。やりましたね。ありがとうございます。